ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・ USJ 大阪市は27日、チケット代を2018年1月31日から値上げすると発表した。今年2月にも値上げしたが、入園者数は過去最高だった昨年の約1450万人を超える勢いで、値上げしても増え続けると判断したようだ。値上げは10年から9年連続で、1日券のスタジオパスの場合、 大人で300円上げ、7900円税込みにする。これは01年の開園時5500円の1.4倍、10年6100円の1.3倍となる。小学生以下の子どもも300円上げて5400円、65歳以上のシニアは270円上げて7100円にする。年間パスは大人2万3800円。 子供万円でく USJ は今年4月約100億円をかけ米アニメ映イがミニオンをテーマにした新エリアをオープンさせるなどして国内外から集客を伸ばしている値上げしながら新しいアトラクションを作り集客につなげる方針だネットの反応 USJ と E ディズニーといいいろいろしてかなきゃいけないのはわかるが どんどん値上げするのも客足が減る要素になってくると思うな。USJ は年に1回の贅沢って感じになりそうだ興味ない私には関係ないけどね個人的にはヒラパーに頑張ってもらいたいむしろ2万円くらいにすれば快適に楽しめると思います興味がないので7900円でも自分は行きませんけどこうやって あらゆるところで値上げしてるのに俺の給料が上がらないのはなぜや空いてて一日自由にすべてのアトラクションが楽しめれたらその金額でもいいけど現状では頑張って乗っても結果、いくつのれたって感じだからねもう芋洗い状態では行きたくないな高すぎる昔のテーマパークってフリーパス付け大人4,000円くらいでそれでも高いって思っていたのに。 より客受けするものを企画しようとしたらそうなるよねでもこれ以上高くなると足が遠のく人もいると思う交通費、宿泊費、入場料、食費、お土産 ETC 家族4人だと運10万払って人混みにもまれトイレも食事も行列かもっと楽しいこと絶対あるそこまで値上げするならエクスプレスパス無料にしてよ TDR は、1日券は高いけど、ファストパスは無料だよ。ユニバはエクスプレスパスが高価すぎる。もうさ、一気に2万円くらいにしちゃえば、選ばれし、客は困ずに済むし、そう売上額も変わらないだろうし、ウィンウィンなんじゃね。親子4人家族で3万弱か。貧乏人が減っても、海外組がまだまだ増えるから、当分は強気に値上げするでしょうね。 日本の USJTDL は、海外より安いとかいう意見があるけど、海外は、1日で回りきれないレベルの大きさに加え、混雑具合が雲泥の差。ちょっとした近場の温泉旅行ができる値段やし、これ以外にどんだけかかることになるかと。待ち時間なんとかしてほしいわ。当日、券 7, 900円も払って、待ち時間ばっかやったら行く気せんは ?USJ 小学生以下の子どもも結構高いけど小さな子が楽しめるものが少なすぎる。ファストパスも繁忙期は値段すごく高く設定したりパーク内の飲食物販もディズニーとかと比べて割高お粗末感がある。